とう。今日ラブレター出してきた。ああ、ありがとう。明日もまた受け取れない。13日いなくなる。悲しい。もうゆっくん研究生じゃなくなるのかな。ラッチチバラさんありがとうございます。明日の会頑張ってね。ありがとう。皆さんも偏頭痛持ち込む。カオカオさん、カオカオさん、クマクマありがとう。今日もかわいいね。ありがとうね。とても綺麗だ。ほんと？今日はあなたとプレゼント。なんだろう。ワクワク。こんばんは。明日受け取れるかな。ラブレター珍しくもう返信しました。ありがとう。今何個ってんで何、なんか昔よく写真撮っててラッチチクマちゃんありがとう。なんか最近見なかったのにのルームで。こいちくん、とりさんありがとうございます。まいるちゃんかわいい、ありがとう。何のくしゃみやってな。見つけたよ、お花のやつでしょ。見たよ。ゆなこてん、ゆななんこてんじゃなくてゆなこてんだった。ちょっとルーピュルピュ術館みたいな感じ。なんかリンゴこてんっぽいかなと思ってツイッターで昔ゆなこてんみたいな感じだよ。カラくんかわいい、ありがとう。まっちゃん、とりさんありがとうね。マミ編集見ました、ありがとう。あの頃まだゆなゆなしてなかったゆなゆな、そっか、もうちょっとでゆなゆなですね。ファンダイムさん、使いありがとう。プレゼントと一緒にくれたいからもらわれたらちょっとくれちゃう。楽しみに待ってます。まだかわいくない。ほんと薄メイクが好きなの？ラッチチラブレターありがとう。ラッチしちゃった。ユナナの涙みたいな感じ。あった。水曜日入れない番号だけど、お見送り会に小さいのか行こうか。おー前見るなんだけど。全部綺麗になった？ユニコーン。ごめんね、大丈夫だよ。全然やんでなかった。あれは目薬さして、あのそういう芸術としてのあの撮った、お姉ちゃんとちょっと撮った写真やから。こんばんは。リアルラブレター手元にまだ来てないです。まだね、ゆっくんはこの間の1回しか受け取ってなくて、3通しかまだ届いてないです。ユナの頭のシナモンと目が、頭のシナモン、
グローブばらして送り組み立てワイワがしたら、グローブばらすの？ブルハム、元気。こんな自分でも実はラブレター書いたことある。そうなの、もらったことあるの？コロくん、ペンライトありがとう。ユナ、ラブレター書いたことももらったこともないんだけど、どういうこと？リアルで。ホースカンパニーさん、くましありがとう、こんばんは。もらったことなさそうな顔なのにね。もらったことなさそうな顔。ん？卒業式の時に殴れた。おお。旦那さんへのラブレター全部保管されてて、やば、めっちゃ愛されてる。いつみたい、幸せだ。ゆなさんの声心地よくて、起きろー。ゆっくんサイズ S だよ、ベーだ。ゆなちゃんこんばんこんばんは。のんちゃん、ラブレターありがとうございます。ラブレター保管してますよ、もちろん。ボックス、ラブレター入れ作ったので、貯めていきます。下のサイズも S ですよ。下のサイズどうしますか、あげない。XXXXL とかやったら。次受け取れたききっと大量のラブレター、受け取れるかな。受け取れたらいいけどな。もう今3箱ぐらい用意してるから。ラブレターボックス。気が早くて。こんばんは。もう誰か分からなくならない、ならないと思う。明日多分受け取れる、楽しみ。そう、記憶力天才。プレゼントにお手紙2通入れた。お手紙2通もありがとう。本名でくるくるバレないかな。楽しみ、本名さらさないですよ。こんばんは。ふみかちゃん、ペンライトありがとう。ゆなのにリアルラブレター買って、嬉しい。履歴書大丈夫だよ。こんばんは。マスク越しでも待ってくれ、そりゃね。ピラピラしたんさん、ハートありがとうございます。偽名、おお。
なんかね、初めて届いたラブレター読んだらね、なんか切符が入ってて、切符が入っててびっくりしました。マイレちゃんかわいい、ありがとうございます。もうすぐ受験ですねみたいな来てて、誰かと間違えてるのかなと思ったんですけど、まあ受験ということで、なんか合格祈願の切符が2年生なんだですけどって感じで、そう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 、こんばんは。前期試験頑張れ、ありがとう。小学校の受験ジョージのシール入れたけど破棄され、うん大丈夫だと思う、小物系大丈夫だと思う。ジョージのシール楽しみ、こんばんは。なんかねピン留めみたいな、他の子だけど受け取ってる子もいたか、大丈夫だと。ファンタイプトラベルさん、ファイトありがとうございます。フリフリかスタイ何って書いてるのかな、なんか中国語教えて、中国語それからっていう意味がホーティアンって言います。ばっちゃんハートありがとう。ケンジ君バルバナありがとう。ユニコーン、北京語今習ってます。我修汉语。ふみかちゃん、バラシャンありがとう。おもろ T シャツ。楽しみ。スタイリッシュ。フリフリ。エブリンさんとか。アンミールさん。系のフリフリが好きよ。お、あ、コロくんかわいい、ありがとう。関さん、だるまさんありがとう。大阪王将。あ。ちょうどそれ習ったよ。今日私は6人家族ですっていうの。お茶よ、リュウコーレン。エンプリ見に行ったけど、イナナに切ってほしいものが多すぎてまとまらんかった、だってえー嬉しい。みんな漢字読めないのに中国語なんて大丈夫ってきて、確かに。関さんペンライトありがとう。東君花束ありがとう。飛び切りスマイル、
ラーメンセットわかんないけど、餃子ばちゃおっつ、こんばんは。けたまにね、私って書くときね、ウォーってウォーって書いちゃいそうなる、中国語の私。あさって兄貴が本当中華料理好きです。毎日かばん中国から帰国した子が行って、中国語いろいろ教えてもらったけど全部忘れちゃった。やっぱ忘れちゃうね。あさって気配を消して、なんで漢字苦手、中国取るって挑戦した。俺は英語できなかったから英語選手。そうなんだ。何が一番、エビマヨ大好き。あとエビマヨ好きだし、天津飯も好き。そう、春巻き好き。麻婆豆腐。そうけど、エビはあんま食べたらね、じんましんなるのよ。仕事というなくの声かぶりすぎて、今日グッとつぶいてきた。そうやね、エビマヨなら今食べてもいいね。なんで知ってるの？マヨネーズいいんです、食べても。マヨネーズ、そう、麻婆豆腐。中国が天津飯、実は日本料理。そうなの？うん、甲殻類アレルギーではないんですよ、私。今亡き父がね、甲殻類アレルギーで、お姉ちゃんはカニを受け継いで、ユナはエビを受け継いだ。こんばんは。小籠包好き、ユナも好き、小籠包。明日も明後日も四千肉見るまでして、ホースカンパニーさん、くまちゃんありがとう。なし？コラーゲン飲めるよ。ふみかちゃんハートありがとう。まあ、お父さん死んだわけじゃないんですけどね。こんばんは。ナシ食べたの、あっ、オールいてるよな、ナシアレルギーの方。小籠包、子供の頃口開けとしてからトラウマ。そうなの？確かに。こんばんは。お父さんはちょっと行方不明です。小学校4年生の時から。あさって公園に行きますよ。ありがとう。ワッフル、ワッフル大好きな、小麦が好きだから。アミタサのパクパク体の試験、アミタサ食べるのかな。マンチャイド頑張ってます、ありがとう。
秘密にしたいっていいのに、何でも話しちゃうから。こんばんは。小麦でそうやねん。うちは小一、上には上がいた。個別生写真連絡かわいかった、ありがとう。あの日なんかね、カメラマンさんにもね、あれなんか映り良くなりましたねみたいな。こんばんは。前の秘密のエピソードは中学の時に好きだった女の子がテニス部だ。そうなの？今手紙書きたい。ありがとう。うちりくん、なんか言われました。ゆなくんのグッドスプーンのコースターを抜着してコンプしました。ありがとうございます。かわいい、ありがとう。部活動は中学校の時華道作法部でした。コラくん、シャクランブありがとう。やっぱ痩せると写真撮り全然違う、自撮りも全然違う。ちょっと太ったら自撮りやっぱ盛れない。なんでみんな秘密エピソード言ってる。秘密エピソード、そう、今回ゆくぼ消えてないんです。お願いしたので、ゆくんが。こんばんは。え、そう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 、顔のラインで変わる最初に。こんばんは、こんばんは。お願いしたんです、あのファンの方は、ゆなのエクボが好きなんですけど、エクボ消さないでもらってもいいですかって言ったら、相談してみますって言われて。こんばんは。やっぱ何でも言ったらいいですね。こんばんは。みぼっちくんもう平気だよ。そうだよ、エクボは恋の落とし穴なのに、エクボを消されちゃうと。エクボってちょっと小顔効果もあるんだよ。かって笑った時にエクボがなくて、ここがノーマルになったらただのぷっくりな人になっちゃうけど、エクボがあることでちょっと凹凸ができるから。100m ランナーさん、クモちゃんありがとうございます。ゆなくんのエクボ攻めたい。そう、今まで消されてたんです、ゆなのエクボ。言わない効果あるよね、わかる。ゆなもいっぱいあるよ。でもその時勇気振り絞って言ったか、よかったって思うこともいっぱいあると思うから、言わないで後悔するなら言って後悔する方がマシかもしれないから、何でも当たって砕けろだね。ポンポン。ゆなこの何も好き？なんてこんなパンナコッタ？人間来たって来てる。
名言の賞がもらいました。豆腐メンタルで砕けてきます。一緒だ、牛と豆腐メンタル。牛のこと24時間考えて寝てない？嘘だ。やめた、返信ありがとう。明日やっと公園立てる、嬉しいな。1週間ぶりくらい？暑くないフード、ツイッターのプロフィール東北メンタルにして、気使わないで、本当にごめんなさい。本当にごめんね。はっちゃけますよ。明日劇場に、おお、そっか、明日19時公演。ホースカンパニーさん、くまくまありがとうございます。そっか、みんなどこにいるかわからないのね。今生写真見て結婚しちゃって、やったー。さっきから満たす満たすばっか言ってるけど、好きなんですか？一週間ぶりの夢を見たら気絶しちゃう。やったー。確かに深夜テンションで公演します。ほうほう、はじめまして。わ、元気だよ、お久し。中国時間ね。あ、あーちゃんだ、やっほー、こんばんは。頑張ってください、ありがとうございます。お、次はよろしくね。終電ダッシュ、ガチ恋ダッシュですか？あーちゃんって本物ですよ、マイグランドマザー。でもなんで男のアバターなのかわかんない。ヤッホーマル、ファンの方のこと覚えてるよ。ゆいなさんと、ゆいなさん推しの方でしょ。こんばんは。初恋ダッシュじゃないよ、ガチ恋ダッシュだよ。5月末にユースケからガチ恋になりました。ガチ恋ダッシュ、こんばんは。今日あーちゃんにメッセージ LINE で送ったんですけど、ちょっと送信取り消ししました。ひなこのピュオラーさん、記憶力半端ない。そうだよ、
こんばんは。チャッキーしてますよ。俺のことも覚えてますか？体調いつから、なんかあれ、ピオラいつ辞めたんですか？しかもいつからビギナーになりましたか？そうだよな、送信取り消しやばいよ。いやな、お見送りか、早めから気づいてくれ。そうだよ、そうだ、お見送りもね、大声 OK になったから、大声対応モードできるよ。いなくいない公園入ってて面白い姿わかるよ。こんばんは。ユニ愛情届いたら誰よりも愛返してくれる自信あります。こんばんは。なんか大声はダメだけど喋れるようになりました。そう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 、だから名前呼ぶね。クックックック、いろいろバレてるよ。名前呼ぶな、あ、名前呼ばないでほしい人ほんと言ってください。先に、確かに名前呼んでほしくない方もいます。こんばんは、ちゃんと言ってね。一応そこの、そういうなんて言うんですか、プライバシー侵害、え、コンプライアンス、え、なんて言うんだろう、そういうの守りますので、私そう、こんばんは。ポンポンリボンさん、ポンポンリボン、ポンポンリボン。こんにちは。個人情報保護か。お顔忘れてないよ。いつも話し合うたびに髪型をチェンジを見せてくれる。え、な、姉ちゃん名前呼ぶよ。ささやく、よっけ。ささやくね。ささやきポテトします。やっほー。本名もやめてください。なんだろう、本名、予想、信じ、わかんないけど、信じ合える喜び。フリー素材。こんばんは。あるルームで隊長に選ばれました。バイバイ。今度は見送りからジャンプ返してみた。楽しみにしてます。もしかしてファンの名前と顔を記憶してると。もちろんですよ。プレゼント選ばれたで本名バレるかな。え、けどなんか手紙とか受け取ったけど、なんだろう、本名って封筒に入ってなかったか。どうなんだろう、バレるのかな。中で記憶、え、一回できると思いますけど。こんばんは。ユナがもらったのは普通に茶封筒じゃなくて、
手紙でした。あ、なんか可愛い便箋は届きますよ。茶封筒に入ってなかったです。可愛い封筒、可愛い封筒には入ってました。プレゼントはまだね、受け取ったことないので分かんないです。まだノープレゼントです。エイチくん、ケーキありがとうございます。劇場に直接ポストに入れたから捨てられます。どうなんだろう。なんか結構ラブレターとか送ってくださったっていう、なんかお声を聞いてたので「届いてませんでしたか?」って聞いたけど、「はい!」って言われて、だからまだ「いや名前はやめて」ってきて「茶封筒じゃなくて全然かわいいかわいいね封筒でも届きますよ。怖いんだけど雨の音。ホースカンパニーさん、ハートありがとうございます。うるさい雨。どしゃぶりな青春の中で、大雨だよ。待ってな、窓開けてたかもしれない。ちょっと待ってね。飽きてなかった飽きてなかった。怖いわ。またバイバイ。どんなことがあってもユナを守る。かっきょいい。コロコロはハートありがとうございます。ちょっとやんだ。まゆるちゃんかわいい、ありがとう。ゆなな、はい。快晴、そうだな、快晴が好きです。
関東小雨になった？そろそろ降っちゃう？今月もレベルじゃ、これ1ヶ月でレベル変わるんですか？ファンレベル？こんばんは。近畿も梅雨入り？梅雨入りってことは梅雨じゃなくなる？梅雨入りって何？シナモン。雨ばかり？やだな。こんばんは。もう梅雨始まってるじゃない。やだ。あれ？梅雨そっか6月か。ゆうちくん、さくらもありがとう。そうだ、梅雨明けだ。ほぉー、やん。ねえ、梅雨頭痛なるよね。ゆきねねばるさん、ありがとう。きのこのこのこのきのこ、きのこのこのこのきのこ。雨の中学校？雨の動物園、めっちゃ晴れ男なの横に置いて、やったー。男性の方も、髪の毛セットってどれくらいかかるんですか？男性の方は。汗ハートありがとう。人それぞれだよね、やっぱり。だってゆっくんもノーセットだもん。今日とか基本ノーセットだよ。だってストレートアイロンとかしなくてもストレートだからで、基本ゆっくんは0分で草。こんばんは。寝癖ないのよ、ゆな。長かったら寝癖つかないのよ。羨ましくないよ、ストレート。だってくるくるもすぐ取れちゃうしさ。くるくる逆にちょっとなんかウェーブも憧れる。ないものねだりだよね、みんな。うしーし、こんばんは。染めないかもしれない、もしかしたら。わかんないけど、まだ
やっぱりなんか黒髪が好きだし、なんか自分の地毛の色好きだから。こんばんは、雨のピアニスト。なんか今の髪の毛の日に当たった時、日に当たってない時、家にいる時、なんか全て髪の色が変わる感じが好きなの。そうだよね、メンテナンス大変ですよね。ココナちゃんみたいにアイテルのうちは黒髪貫こうかしら。毎月とかトリートメント言ってる？確かにめっちゃロングなイメージ。チキちゃん結婚してありがとう。ココナシは今黒髪、あ、ちち茶髪ですよ。ホースカンパニーさん、クマシありがとう。こんばんは。アントニオ猪木さん。あれ、チヒさん髪色変わりましたか？ショートね、いつかしたいですよね。一度はアイドルのうち。いや、けどやっぱロング？わかんない。パークむちゃパッツ。岡田奈々さんぐらい切ってみて。いや絶対切らない。こんばんは。あ、こまでは、あれは岡田奈々さんだから似合うのです。テール、ポニーテール、チンテール、僕の星は漏れなくみんなショートにしましたって。あれ、みんなショートがいいの、やっぱり川だって。ありがとう東くん、ハートありがとう。のむののなのなめさん、ちょっと待って、ショートがいい人2番、ロングがいい人1番。はい、ロング2、ショート2、ロング1。ショート2、ロング1。
いち、どんぐいち、あれってだったっけ、ロングいち、おお、ロングなんか微妙にワンダイムさんにありがとうございます。出演ジオンみたいな髪が、そうだよ、くるくるいの似合うよ、くる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 三つ編み、よしよしよし。 What time is it now? すごくない？ゆくんの体内時計マジで。ゆくんがちょっと眠たくなってきたら、そろそろ1時間経ったなって感じがするの。え？え？すごっ。天才バカボン。やっぱ毎日配信してたら1時間の感覚つかめるのかな。そう、なんかそろそろ眠たくなってくるというか、なんかそろそろ時間かなみたいな、1時間かなと。こんばんは。お水曜日の会に行きます。あーい。そうですよ、配信のプロなので全然しんどくないよ、楽しい。ここに落ちて、次歌えるとしたらワイレナさんしかないな。48ストップ、え、できるのかな。夜の内緒、いつも楽しいので、時間経つの早いなって嬉しい、ありがとう。もしも願いが叶うなら、吐息を白い、こんばんは。ランキング読みます。9歳、ウミカちゃん、ありがとう。ウミカちゃんいつも。12、なっちゃん、ラフレターの友人楽しみにしてます。11、コロコロワン、コロワンありがとう。ツイハースカンパニーさん、いつもありがとうございます。エイジくん、返信感動しました、ありがとう。8、関さん、返信楽しみにしてます、ありがとう。関さん、ラジオの実況も。7位、まっちゃん、ありがとう。まっちゃん今日も。ゆくんは金髪ならないです。600mランナーさんだ、ありがとうございます。5位、まいるちゃん、ありがとう、グッズ紹介してくれて。
4位はゆうちゃん、ユニ上下のフリフリ可愛い影、ありがとう。ゆうちゃんはギャルが好きだよね。3位よしみつちゃん、よしみつちゃんラブレ、あ、ちょっと返信読んだよ、本当に気にしないでください、ありがとうございます、ウェルカムトゥーです。2位はコロくん、コロくんありがとう、水曜日会えるの楽しみにしてます、よかった、行きますように、コロくんがありがとう。そしてハイルちゃん、ラッチッチだ、久しぶりの一夜おめでとう、ありがとう。じゃあラッチッチに萌えゼリフ行きたいと思います。いきますね。たま、あ、しししし。いきます。三、二、一。ピヨカズついた、待ってるね。ねえ、どっちが好きなの？もちろんゆっちっちだよね。ありがとう、ラッチッチ。こんばんは。びっくりしました、今日ラッチッチのツイートがピヨカツツイートじゃなかったので。ペーだ、いなきゃ明日くん行くね、ありがとうございます。大好きなんでしょ、やよじゃない。明日の公演では認知もあれに頑張る、はい、よろしくお願いします。ありがとう、リピート放送今日見逃したよって方は、よかったら、聞き逃したよって方は1時からあるので、よかった待ってます。待てのなんが誰声張りたい、ありがとうございます。皆さん大好きなんて言ってください、なんです。なん配信やってるから不安で、今調べてやってたら間に合ってよかった、ありがとう、こんばんは。あ、あとなんかね、ラーメン嫌い発言したんですけど、本当は好きですよけどね、本当は別にね、食べてもね、全然ね、太らない体だと大好きですよ、ラーメンも。けどね、こう、その嫌いと思い込ませてるんです、脳内にラーメン。っていうのを事前に伝えておきます。なので、食べ物、あんま嫌いなもんないんですけど、実は。総合的なね、評価で。そう。カロリー爆弾だからラーメンは、さっき言っときますね。パクパク隊長は嫌いな食べ物ないです。大好き、なんなん、ありがとう、なん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 、寂しくなったら南を向こう、なん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 。そうそう、満足度が低く、わかる。ゆっくんもラーメンを、なんかラーメン、そうめっちゃわかる、めっちゃ、その気持ちわかる。ラーメンだけじゃお腹いっぱいにならないっていうか、ラーメンこれでこのカロリーか、これでこの値段かってなる、ラーメンは。食べに、だから食べに行こうと思わないみたいな、なんかね、けどそれは多分人それぞれ、もうラーメン好きな方もいると思うし、それは
価値観の問題だと思うけど、価値観の違い、あのイナンが思うたこ焼きと同じ感じやな。めっちゃわかる。そう、ラーメンとチャーハンセットしか勝たんってなるやん。けどそれをしたらさ、もう炭水化物を炭水化物になっちゃうやん。だからね、イナン無理なんですよ、食べれないんですよ。徹底的に叩かれる。だからそのなんか人間って食べれる回数というかなんか決まってるじゃないですか、朝昼晩。今だったらゆっくんはこう8時間以内に食べないといけないんですけど、そうなんか一食を捧げるのをラーメンにはならないなって思っちゃう。こんばんは。そう、人それぞれです、全然いいと思います。ただユナは炭水化物本当大好きですよ。な、東くんハートありがとうございます。こんばんは。そう、同じカロリー取るなな、みたいな。もちろん美味しいけどね、ラーメンちゃんも。なんかユナが男性で筋肉ゴリゴリマッチョのもう鍛えてるみたいな人だったらもうラーメンいっぱい食べてるかもしれない。けど言うみたいにね、そう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 、何ラーメン、あのテールスープラーメンが好きですよ。ゴリラ。ね、炭水化物美味しいよね。ユナも炭水化物大好き。そうそう、大好き、骨大好き、骨、肉の周りの骨大好き。なん使って片言になっちゃうの？わかる。そうそう、骨の周りの肉。そう。しかもさ、ともにさ、ちょっとあのなんて言ったら、とろっとしたコラーゲンついてるじゃないですか、肉の周り。あれがまあまた美味しいですよ。今日も夕はデザートはあのキリのチーズクリームチーズ食べました。あれ3個も食べちゃった今日ね。ちちバラちゃんありがとうございます。牛すじ大好き。おばあちゃんが一回ね、あのどて焼き作ってくれて、なんかの来るたんびにどて焼き作ってくれるようになって、おばあちゃん、あーちゃん、だん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 元から美味しかったんですけど、だんだんおばあちゃんのどて焼きレベルもアップしていって、そう超美味しいどて焼き。ホルモンもコラーゲンも無理。そうなんだ、確かに。けどなんかあの美味しいけど、美味しいし好きだけど、無理な人の気持ちもわかる。なんか何が無理で、トマトもジュノは好きだけど、無理な方の気持ちもわかる。あ、こういうとこが嫌いなんだろうなっていう、全然だからびっくりはしないです。
どって焼きマジで美味しい。こてっちゃん、どって焼きなんかね、調べてもらった方が分かりやすいかもだけど、ゆっくん説明どうしたらいいの？あの牛すじ煮込み、尊敬な。そうそうですよ。こてっちゃん分かりますよ。そう、味噌煮込み的な感じ。どって焼きって、どって焼きって大阪なの？お、明日な、そうだ、明日何の日だよ。ちょっとあのゆなとなんの写真あるかな、よかったら皆さんツイッターのリプで送ってください。あったらそれ載せよ、ツイッターに。何の写真が、ゆなさん携帯変えたから写真が昔の写真なくて、ツイッターで掘ってもないから、掘っても出てこないから。そうですよ、なっちさんハートありがとうございます。夜勤だった？毎日なのの日だって。もしかして写真復活、まあ、昔の携帯あったらちょっとあるかもしれない。ショールームでも何のアバターなのか探してるけどなかなか見つからない。またユナが何のアバター作らないとですね。ブルーのユナコーン。じゃあね、切りますよ、バイバイ。ラブレター送らないと12時までに。最近ババ抜きしてないな。こんばんは、ちょっと見てみ、ありがとう、代わりにココナちゃん、欲しい欲しい、欲しい、ココナちゃんの写真。ハクさん可愛い、ありがとうございます。また来ます、ありがとう、バイバイ、おやすみなさい。明日は久しぶりの公演なので絶対絶対見てくださいね。ちょっぴっとだけゆく、もしかしたら痩せたかもしれないので。コロくん1位、コロッと1位なっちゃってましたね、コロくん。ありがとう、最後まで見てくれてありがとうございました。匂わせなんかしたっけ。バイバーイ、現地でメモってます、ありがとう。チュッ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 、おやすみー。今日はあのいつもに増してピオラーさんがたくさん来てくれて、絶対ゆうがあの昨日のラブレターでちょっと心配させちゃうこと書いたから、ごめんね。お疲れ様です、ありがとうございます、バイバイ、グッドナイト。皆さん来てくれてありがとうございました、おやすみ、バイバイ。なくん大好き、ありがとう、おやすみ。甘いサンバイまで、
バイバイ、また明日、バイバイ。あ、サバにしたのはね、あの塩サバ、塩イワシ、イワシだっけ、あの魚、塩サバ、サバ、塩といえばサバだなと思ったから、塩サバって思っただけです。またね、バイバイ。甘いサバ、甘いサバ、なんかサバ甘いやつないですか、甘いやつ。なんか甘いサバあるくないですか、サバの煮付けか、そのこと。バイバーイ。甘いサバね、あるよ。バイバーイ。切ります。おやすみ。いいです、面白い思い出だ。バイバーイ。